ライトギターミュージックスクールのギター講師をやっています良一郎です。今回の動画では、パワーコードについてですね、ご説明していこうと思います。パワーコードと言いましたら、もうエレキギターでは必須のフォームスタイル、になってますので、これはですね、エレキギターをやるからには絶対覚えておいてほしい、押さえ方なんですね。でよくアコースティックギターなんかではオープンコードって言って、こういうこんな感じのよく弾くと思うんですね。なんですけど、パワーコードはこういう感じの音じゃなくて、これを省略した2つだけの、コードで成り立ってます。でこれをロックみたいな音色、歪ませた音色で弾くとこんな感じで、いかにもロックみたいな、音がしてますけど、これがパワーコードになります。で有名な曲だったら、例えばこれ、はい、誰もが一度は聞いたことあると思うんですけど、この今弾いたフレーズは全てパワーコードだけでできてるわけですね。なので、ロックの曲なんかは本当にこのパワーコードとよく対応してますんで、今回はこのパワーコード、これをですね、習得していきましょう。じゃあまずこのパワーコードの押さえ方なんですけども、一つのコードでまず解説します。G のパワーコードでですね、ちょっと説明しようと思うんですが、まず G は、どうやって押さえるかっていうと、6弦の3フレットを人差し指、そして、5弦の7フレットを小指で押さえます。でこの2つの音だけを鳴らすように右手で、5弦と6弦を鳴らします。こんな感じですね。でこの時に気をつけてほしいのが、どうしてもその5弦と6弦だけを狙おうと思っても、それ以外の 1,2,3,4 の弦にも当たっちゃうこともあると思うんですね。で当たっちゃうとこうなっちゃうわけですよ。音が濁ってしまう。なので、当たった時でも大丈夫なように、この1弦から4弦っていうのはこの6弦の3フレットを押さえて人差し指を使ってですね、この人差し指の腹のところを軽く、その鳴らしちゃいけない弦のところに軽く触れさせてあげれば、ほら見るとできますんで、こういう感覚でやってみてください。こんな感じで軽く触れてみてください。そうすればある程度他の弦に当たってても全然ちゃんとなりますね。こんな感じで弾くようにしてみてください。それと左手はですね、力んで押さえる人もいるんですけど、これは本当軽く押さえるぐらいで大丈夫です。逆に力んじゃうとですね、ピッチが悪くなっちゃうんですよ。例えばちょっと力んで弾いてみると、極端な感じ、気持ち悪い感じなんですね。だから押さえるときって本当にもう軽くで大丈夫です。軽く押さえるぐらいで、この2つ、人差し指と小指で押さえてあげれば問題ありません。で右手も力まないように、こうリラックスした状態でスナップを効かせて、効かせてあげる、弾いてあげるのがですね、ポイントになります。ライトギターミュージックスクールでは無料体験レッスンを実施中です。オンラインレッスンを受けてみたいけど、いきなり入会は少し不安。オンラインレッスンってどんな感じなんだろう。
講師の人はどんな教え方をしてくれるのだろう。そんな心配や不安がある方はぜひ無料体験レッスンにご参加ください。今のギターに対する悩みや疑問、全く楽器に触れたことがない人でも一から丁寧にご説明させていただきます。ギターをまだ持っていなければギターご購入のご相談にも乗らさせていただこうと思います。独学だけでは習得しづらいテクニックや正しい弾き方をゼロから効率よくお伝えしていこうと思いますので、悪い癖もつかず最短で上達できるようにレッスンしていきます。無料体験レッスンのお申し込みは説明文の URL からお気軽にお申し込みいただけたらと思います。ぜひ一緒にギターを楽しんでいきましょう。無料体験レッスンのお申し込み心よりお待ちしております。